はい、今ですねタイのバンコクにいまして、バンコクの今どこにいるかというとアソーク駅、 BTS のアソーク駅というところがあって、そこの、ロビンソンデバートというところの、下にあるですマクドナルドに来ています。で今から食べるものを頼んだのはサムライポークバーガー、サムライポークバーガーで、これがサムライポークバーガー。最初ねこれサムライってついてるの何かと思ったんですけど、サムライポークバーガー皆さん推測できますでしょうか。なんでサムライポークバーガー、見た目はね変わらないです。まあポークなんであれですよね、ポーク豚肉、牛肉じゃないですか。こう見て分かる人は多分いたと思うんですけどね、これテリヤキマックバーガーっていうのが日本にあると思うんですよ。テリヤキマックバーガー、日本のマ、日本マクドナルドで、独自に発売しているもの、これが、テリヤキマックバーガー。それを知ってるタイのね、このマクドナルドの現地法人が、これを、ここで販売してるんですけど、日本人は日本人の侍の国っていうイメージがあるんで、侍ポークバーガーらしいです。そんなに大きなものテレキマックバーガーと一緒なんですよ。テレキマックバーガーただ牛肉ですけど、こっちはポークなんで豚肉です。今からやったら結構すごい混んでます。24時間やってるんですよ。日本も24時間営業になったんですけどね、ここのところも24時間でやってます。働く側としては大変でしょうけどね。これが侍ポークバーガーです。